まだまだ続くよ。ディズニーチャンネル。みんな行こう。2023年もディズニーチャンネルから目が離せない。どこにも逃げられない。人気シリーズの新エピソードは、ミラキュラス、レディーバグ&シャムワールをはじめ、ミッキーマウスファンハウスやスパイディとすごい仲間たちなど続々登場。さらに注目の新番組、私狼人間なの、運命に立ち向かう双子のファンタジー。また冒険しに行く。スーパーヒーローだ。ハムスターと女の子が世界を救う。2人の力を合わせて一人前のヒーロー。頭脳と腕力のコンビ。女の子と恐竜のヒーローも登場。出動だ。消防車たちと一緒にみんなを助けるよ。ドラマシリーズでは、普通にしてろよ。ヴィランの家族が普通の生活をしたり、私に見せて。天才少女ドクターも大活躍。今年のディズニーチャンネルもお楽しみに。よし、やるぞ。1月21日土曜日は、イエーイ、不思議の国アンフィリアの最新エピソードもやってくる特別放送。一体何が。スタートは昼1時30分。まずは6話連続でこれまでの戦いをおさらいしよう。こんな感動的なシーン見たこと。おいら食われそうになってる。そして夕方4時30分から、新役は中止してやる。一騎打ちで私に勝てば。3話連続の新エピソードでいよいよ最終決戦。罠だとしても立ち向かわなきゃ。なぜ諦めない。この世界も友情も。アウンは世界を救えるのか。まだ終わってない。最終カエル決戦アンフィビアサタデー、1月21日土曜日昼1時30分から5時間。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ、カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ新エピソード、月曜日から金曜日夜7時30分。またまた始まるよ。ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ディズニーチャンネル。弱いなんて言わせない。悪者たちの家族が宣言する。この家族はヴィランを卒業してやるって。えなんと今日から普通の家族に。みんな普通にしてろよ。パワーを使うたびに正体がバレる危険があるんだぞ。パワーを隠して暮らしていけるのか。お利口さん、おいで。バレービューのヴィランたち新エピソード、日曜日朝11時30分、ディズニーチャンネル。お利口さん。日曜日朝6時はリアルな動物の姿が楽しめる。準備はいい。ディズニーチャンネルアニマルワールド。思い犬たちを助けよう。ワンちゃんの新しい飼い主を見つける活動に密着。どんな子がいいと思う。獣医さんに相談したり、飼い主さんの募集用に動画を作ろう。紹介動画を作ったり、あと少し。ワンちゃんたちを新しい家族へ届けよう。もう安心だ。とっても大切にしてくれる。ローマンのワンちゃんレスキュー、日曜日朝6時から新エピソード、ディズニーチャンネルアニマルワールドで。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ディズニーチャンネルでフィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ盛り上がるなら、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日。毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン。フィニアスとファーブディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。
またまた始まるよ。ディズニーチャンネル。